はい、皆さんこんばんは、100円です。ということでお菓子レビュー、やっていきたいと思います。久々ですね。これから4つ連続で毎週1個あげます。頑張ってスケジュールをね、また戻していきましょう。昔はね、毎週金曜日にあげてたのかな。ということで今日はですね、何をしたいかというと、もう映ってますけどねここにこれです。ダララララーラー。さあ、これは一体何でしょう。これはね、ボルトハウスファームズの 100% キャロットジュースです。なぜこれを買ったかと言いますと、あのね、やっぱり年取ってくると健康に、まあ、気をつけなきゃいけなかったり、まあ、するんですけども、僕のことはどうでもいいんですね。うちの息子がですね、特に野菜を食べないと、でいつもね、納豆ご飯しか食べないんですよ。でまあそれも体に悪くないんですけど、まあ、どうにかしてその野菜をね、あげられないかということで、いろいろこう調べてたら、うちの仕事場の人がね、このキャロットジュースが美味しいよと。でこれね、 100% キャロットなんですって。で砂糖も何も入ってないっていうわけですよ。本当にね、うまいのかなと思うんだけど、まあ美味しいよって言うんでね、ちょっと買おうかなって買ったんですね。これね、ニュートリションファクト、これ1個で4人分ですね。まあだからこれぐらいかな、わかんない。コップ1杯はさすがにないかな。でこれ全部飲むと280カロリーです。はい、でも砂糖一切入ってないからね、ちょっと気になりますけど飲んでみましょう。匂いはどうなの。いやー、これ微妙いやこれ人参だわ、匂い。どうだろう、匂いから入ったら多分飲めないと思うけどな。入れましょう。色だって人参そのままクッてやった感じに見えるよ微妙飲みます。あ、ないわこれ。これはないわ。あのね、いやなんかさ、日本であるじゃないですか、野菜ジュースみたいな、あの甘いやつで、野菜ジュースって言ってるけど美味しいやつあるでしょたまに。これね、もうほんと人参ですわ。なんかいや、子供がさ、あの小さい時に人参嫌いってよく言うでしょ。で俺なんかあの気持ちわかる気がするんですよね。あれってあんま、なんかなんていうの、甘いじゃないですか、微妙に。でそれがなんかまずいなと思うんですけど、これもうそれ再現してるもん、そのまま。あ、これ絶対飲まない、うちの子供。あ、そう微妙てかこんなの日本にあります？人参そのままつぶ、なんかね、こっちよくあるんですよ。その例えばなんかストロベリーを 100% 使ったジュースとか、チェリーとかね、結構高いんですけど、だって人参しか入ってないんでしょ？これないわこれね、でもこれで500円するんだよ、高い。評価ね、これ2だな。飲めない、なんか後味がもう人参って感じ。やっぱ、あ、これ甘いのも微妙な甘さですね。体にいいかもしれないけど俺いらないわ。ということで、人参の 100% ジュースでした。ピース。